福田康夫内閣は、衆議院議員、自由民主党総裁の福田康夫が、第91代内閣総理大臣に任命され、2007年9月26日から2008年8月2日まで、続いた、日本の内閣である、前の安倍改造内閣に引き続き、自由民主党と公明党との連立内閣である、2007年9月10日に、第168回国会が招集され、 首相の安倍晋三は、初心表明演説をしたものの、そのわずか2日後、その演説に対する衆議院本会議での代表質問の開始直前に、突然の辞任表明を行い、同時に総裁選で早急に、後継総裁を選ぶよう指示した。これを受け、9月23日に自民党総裁選が行われ、党内8派閥の領収から、なだれ現象的に支持された福田康夫が、 麻生太郎を133秒差で破って総裁に選ばれた。9月25日の国会の本会議で行われた内閣総理大臣指名選挙では9年ぶりに衆議院と参議院で異なった指名が行われ、両院協議会では成案を得ることができず、憲法の規定する衆議院の優越により、福田康夫が内閣総理大臣に指名された。憲政史上、親子が共に、 内閣総理大臣になった初めての例である。また、対する野党第一党の民主党代表、小沢一郎が、父、福田武雄の最大の政敵である、田中角栄の、懐刀、秘蔵っ子であるという点でも注目された。福田は、基本的に、第一次、安倍改造内閣の方針を踏襲すること、全内閣で問題視された閣僚の金銭スキャンダルを、調べる時間がなかったこと、 国会会期中ですぐに国会審議に突入する日程から即戦力、実力を重視し、17名の閣僚のうち15名を第一次安倍改造内閣からの再任、横滑りとした。新入閣は都会ブ三郎と石場茂の二人だけであり、うち初入閣は都会だけであった。このため、早速野党の各党から、 安倍お下がり内閣、古い自民党内閣、自民党の自民党による自民党のための内閣、昔の名前で出ています内閣などと揶揄する論評が出された。再任が13人と多く、横滑りが2人、入閣が2人のみであったため、犬木内閣とも表現された。全安倍改造内閣で入閣した閣僚を再任しない場合は、 在任期間1ヶ月程度の短命閣僚になってしまうが、ほとんどの閣僚を再任、横滑りすることで1ヶ月前に入閣した閣僚の首相への求心力を高める目的もあった。国務大臣への人事発令内容では、増田博也の特命職務の地方都市格差是正担当が地方再生担当と名称変更され、岸田文雄の内閣府特命担当大臣としての 担当事項から再チャレンジ担当が外された。さらに官邸諮問会議の削減が図られるなど、安倍政権時代の政策を一部継承しない姿勢も早々に打ち出した。組閣を終えた福田は最初の記者会見で一歩でも間違うと自民党は政権を失いかねない。緊張した日々を送らなければならないと述べ、自らの内閣を 海水の陣内閣と命名し、政治不信の解消に全力を挙げると宣言した。鳩山国夫と渡辺義美は福田康夫内閣の閣僚だが、父の代でも福田武夫内閣で鳩山一郎と渡辺道夫が閣僚を入りしていた。翌9月26日、正式な内閣の発足にあたり、福田首相は初閣議で閣僚たち全員に政治資金への 厳格対応を求め、内閣の基本方針を示す、内閣総理大臣談話を発表した。この談話で、福田首相は、以下の基本方針を示した、国務大臣だけではなく、比較的派閥の要望が通りやすい、副大臣、大臣政務官人事も、ほぼ、安倍改造内閣からの再任、または、横滑りという陣容であった、ウ住雄一郎が、総務副大臣を離任して、 谷口隆義が就任する以外はすべて再任となった。メールマガジンについては、福田康夫政権も小泉純一郎政権、安倍晋三政権に引き続き内閣メールマガジンを発行することを早々に内閣官房を通じ安倍内閣メールマガジン購読者へメールで知らせており、その情報は全国紙によっていち早く報道された。内閣発足直後に行われた。 世論調査では、福田内閣は、毎日新聞の調査で57%の高い支持率を記録し、歴代語彙とご襲議相場という側面はあるものの、高スタートを切った。防衛大臣の石場茂や文部科学大臣の都会、木三郎らの政治と金の問題に対し、福田は9月27日午前、きちんと正直に説明しなさいと述べ、 説明責任を尽くすよう指示した。石破防衛大臣、編集、石破修玄が代表を務める資金管理団体、石破修玄政経懇和会が、福田内閣の組閣当日の25日に2004年分の政治資金収支報告書の訂正を、鳥取県選挙管理委員会に届け出ていたことが、判明した。石破個人から、同混和会への寄付が、 政治資金規制法の定める上限を超える1050万円と記載されていたが、石破個人からの寄付は850万円で、残りの200万円は自民党を鳥取県第一選挙区支部から石破を通じて同婚和会に寄付されたとする訂正をした。石破は事務ミスでたまたま官邸にも報告しており、法的問題はないと承知している。なぜ こういうことになったのか、分かり次第、明らかにしたいと、記者からの取材に対してコメントしている。都会文部科学大臣、編集都会木三郎が代表を務める、自由民主党兵庫県第10区選挙区支部が、都会が出馬した2003年11月9日の、第43回衆議院議員総選挙の公示日の、当日と、2005年9月11日の、第44回衆議院議員総選挙の公示日、 前日に国の公共工事を受注、施行中の兵庫県高砂市の建設会社から、それぞれ100万円の寄付を受けていたことが判明した。これに対し都会は、特定の選挙資金ではなく、公職選挙法違反の認識もないが、疑義を持たれるのは不本意なので、返金したいとコメントしている。2007年10月29日、法務大臣の鳩山国夫が、 日本外国特派員協会の講演で2002年のバリ島爆弾テロ事件に関連し、友人の友人がある会だ。バリ島の中心部は爆破するから近づかないようにとアドバイスを受けたと発言した。出入国を所管する報酬を引いては、日本政府が大規模テロ事件の情報を事前に掴んでいたかのような発言は、特に外国特派員協会での講演ということもありいがいいに、 大きな衝撃を与えた。そのため、鳩山法相は当日中に、訂正の記者会見をする羽目となり、実際に話を聞いたのは、テロの3、4ヶ月後だった。話を聞いた友人は、自分の趣味である蝶の採集を通じて知り合った、一般人で、アルカイダと断定はしていなかったが、関わりのある過激派グループに協力している人物かもしれないとのことだったと苦しい釈明をした。 翌30日、福田からそういうことを防止する役目だからしっかりやるようにと注意され、官房長官のマチソンからは日本の法務大臣がテロリストを知っているという誤った印象を与える発言は遺憾として注意を受けた。鳩山はご心配をかけて申し訳ないと福田に対して謝罪したが記者から友人の友人があるかいだという見出しが一人歩きすると 国際的な信用を落としかねないと思われるがと質問が飛ぶと事実を言ったらいけないのか。知り合いの知り合いということでは間違いない。それが国際的な信用に関わるとは思えないと主張した。国民新党代表代行の亀井静香が警察庁は法相から事情聴取をしていない。国家公安委員長は何をやっているのか。放っておくのは不真面目すぎる。 と発言するなど、事実関係の解明を求める指摘もされており、官房長官のマチソンは文書による事実関係の報告を鳩山に指示している。また、当該人物がテロ組織と無関係だった場合どうするのか問われた、鳩山は人の名誉を著しく傷つけることになれば、何らかの責任を取らないといけない。と衆議院法務委員会にて答弁している。 2007年10月26日午前、外務大臣の河村雅彦は、閣議後の記者会見で、北朝鮮による日本人立ち問題について、何人かでも帰国すれば進展であることは間違いない。その進展の度合いに応じて、我々も行動をとっていくのは当然だ。当然求めていくが、生存者全員の帰国が、全体の大きなパーセンテージを占めている。と語り、 生存している拉致被害者全員の帰国を最優先させる方針であることを表明した。2007年10月26日夜、福田康草首相は首相官邸で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会メンバーと面会し、向こうにおられる方に1日でも早く帰ってきていただきたい。単に拉致被害者が日本に帰ってくるのも人道上の大きな問題だ。できれば、 北朝鮮との関係も修復したい。今が一番いい交渉のチャンスだ。と語り、自分の内閣で、拉致問題も、国交正常化問題も解決したいという意欲を表明した。2007年11月2日に、福田は民主党代表の小沢一郎と党首会談を行い、その場で大連立について話し合った。小沢代表は合意したが、他の民主党幹部がこぞって反対したため、 この大連立構想は頓挫した。大連立構想を参照7月30日に内閣改造の意向を表明。当初は8月4日に組閣が予想されたが、行事が詰まっていることや土日を挟むことを懸念して8月1日に内閣改造を行い、翌2日に福田康夫内閣改造内閣が発足した。毎日新聞2007年9月24日。 長官毎日新聞2007年9月26日長官内閣総理大臣談話平成19年9月26日。毎日新聞2007年9月27日長官によれば、石破、都会市に、きちんと説明を、政治資金で、首相支持疎格当日に、石破防衛省、収支報告書を訂正スるーされ始めた、政治と金問題疎格当日に、石破防衛省、 収支報告書訂正都会文科省、統県支部が442万の寄付を受ける12年、衆院選時にも、アルカイダ発言で陳謝鳩山法省が、首相に、共同通信。 h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 0 7 1 0 c n 2 0 0 7 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 9 h t m l 2 0 1 1年9月25日閲覧。報酬聴取をと皮肉くコール亀石塚氏。時事通信。 http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ cg イコールパルサン k イコール2長71億310万1061無関係なら責任取るイコールアルカイダ発言で鳩山放送事通信 http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ c g イコールパルサン k イコール2兆71億310万1072ありがとうございます